Thank you.
ックインしました。まあとりあえずお手洗いが、まあこんな感じですね。なんかいっぱいあるぞ。なんかいっぱいあるんだけど、同じのじゃない。言いすぎる。よくわからんけど、いっぱいあります。で、アメニティもなんかたくさんあります。はい、うん。で、ここに大きな姿見がで、なんかいろいろ調度品があって、で、テレビがあって、おお、お水がある、ありがたい。で、多分ここに冷蔵庫があるのかな。あると、ある、はい、冷蔵庫があります。冷蔵庫がありますね。ちょっと早速冷やしておきましょう、こいつは。ほいと、道後温泉を、町並み側ではないんですけど、まあ外が見れるということでね。で、空気清浄機があって、ちょっとのんびりできるのがあって、ベッドですね。で、浴衣も用意されてますという感じの、まあいい感じのお部屋です。はい、もうね、ダラダラタイムが始まりました。1時半からここのお風呂が入れるみたいなんで、とりあえず入ってからもうスーパーダラダラタイムです。はい、お土産を買いました。これは、山田山根、これ生ポエムっていうのが瀬戸内メーカーらしくて、私初めて見たんですけど、まあまあ美味しそうだったんで、これは、会社に行っていこうかなと思っています。これはね、あれですよ、あそこで食べたやつです。あの日帰り温泉のアスカの湯で、お菓子でもらったやつ、あれちょっと美味しかったんでね、日曜日にちょっと友達と遊ぶんで、その時にお土産で持っていこうかなと思っています。お、これめちゃくちゃ美味しそうですよ。じゃあいただいてみますか。これは普通の、みたらし団子ですね。美味しそう。いただきます。うまっ。うん。これ美味しいですよ。なんかすごい贅沢しとるような写真を撮りたい。これいいかな。次はこれをいただいていきます。桜あんこきなこ団子みたいな名前だった気がしますよ。これは桜団子ですね。よく見ると美味しい、
道後稲荷湯の屋さんで購入した稲荷寿司セットです。何だったかな、バンカラ、バンハイカラか、ハイカラ、ハイカラ稲荷セットみたいなやつです。美味しそうですね。じゃあまずはこのお野菜のやつからいきましょうか。美味しそう、いただきます。食べ方下手そうだな、体に染み渡る。じゃあ順番に、これはネギトロですかね。うーん、うまっ。じゃあ次はお肉にしようかな。全然順番じゃないですけど、はい、美味しそうですね。うん、うまっ。醤油があった、醤油があったよ、醤油があった。ちょっとかけますかこれ。じゃあ次この辛そうなやつ、辛そうなやついきましょう。うん、キムチですね。はい、最後サーモンとイクラの稲荷寿司です。いただきます。うん、美味しい。うん、あ、醤油、いや、ネギトロは確実にかけるべきだったと思う。でも美味しかった、あれも。うん、美味しいです。今9時半ぐらいです。まあ、あとは本当に部屋でダラダラするだけなんですけど、さっきまたお風呂行ってきたんで、もう一本あるリンゴジュースをね飲もうと思います。マドンナの喜び、ストレート果汁 100% ジュースですね。いいな、すげえ。1本あたり紅マドンナを4から5玉分使用しています。へー、これでそんなに使ってるんだ。贅沢な飲み物です。一応今回3本買って飲んだわけですけど、うまい順で並べてみました。私はこれが一番好きですね。で次にこれで、これですね。ちょっと酸味が強め、まあ爽やかな味わいの、甘いのが好きなのでね。でも全部美味しかったです。はい、それじゃあね、朝ごはんに行こうと思います。時間は今は7時28分、7時からやってるんで行こうと思います。チェックアウトをしようと思います。めちゃくちゃ良い部屋でした。